Hello, こんにちは、皆さん。Welcome to Art since 1900.、えー、今日はですね、1911年、えー、に突入します。ここはですね、まあ、キュービズム m、えー、という大きいキーワードに入っていきますね。パブロ・ピカソ、そして、まあ、ジョージ・ブラックですね。この二人が、Analytical c u b i ですね、分析的キュービズム m、えー、だと思いますけど、この、えーまあ、お話、 で,すで出だしがですねまたちょっと興味深くてあの、まあ、直接あのキュビズムのまあ話ではないんですけど、えーまあ、実はパリにですねピカソが、えー、1907年ぐらいからまあ作品を作ってる時に、えーまあ、ある、えー、ジェリー・ピエレっていう、まあそのえー、若いあの、まあ、友達がいたそうなんですね。 でこれが、まあ、あの左の最初のコラムの、えー、とこなんですけど、このピエレという人物がですね、まあ、よくルーブル美術館から、えー、作品をまあこそっと盗,盗むという、まあ、あの行為をしてたそうなんですね。多分当時は、えー、今のようにセキュリティも強くなかったと思いますけど、えー、特にアンダー・ヴィズ ited ギャラリーまあ、あんまりこう人が 行ってないようなギャリーに、えー、ピエレは行ってですね、えー、まあ、いろんなそのアーティスト、えー、のためと言ってもいいんでしょうけど、えー、いろんな作品彫刻をこう、まあ、そっからちょっとこう、えー、取ってですね、えー、アーティストたちにそう渡してたっていうことが起こってたんですね。で、このピエレからですね、ピカソが、えー、 そのイベリア半島の、まあ、アルカイックイベリア半島の、まあ、その石の彫刻像、えー、を、まあ、いただいたというあのことがあるんですね。で、あのー、まあ、ピカソ本人は1906年にスペインでこのイベリア、えー、彫刻っていうのを、ま、発見するんですけど、えー、まあ、あの、ピエレからこのまあえー、彫刻をいただいてですね、 えー、まあもう見てきたそのアビニオンの娘たちを書く上でも非常にこのピエレから、えー、まあもらったイベレア彫刻の、まああね、彫刻がですね非常にその重要なレフレンスになったっていうことがあるんですねしかしですね1911年になるとですねこの年になると、えーまあ、ピカソも当然、えー、アビニオンの、まあ、プリミティビズムの、えー フェーズからちょっと進んでですね、えー、ピエレ本人がですね、まあ、それまでやってきたこのルーブル美術館、えー、から、まあの盗み行為です、ね、を新聞にこう暴露しに行くんですね。これはまあ第3パラグラフなんですけど、左の。えー、パリ・ジャーナルっていうまあその <laughs>、えー、新聞に行ってですね彼の、えーまあ、一種の,そのストーリーをまあ売るんですね。暴露しちゃうんですね。 で、えー、なんとその一週間前にルーブル美術館は最も大きい盗難事件をあって、あにあってるですね。えー、レオルナルド・ダ・ヴィンチのモナリザがまあ盗まれるといまあ有名な事件がちょうど一、えー、週間前起こってるんですね。なのでパリ警察は相当そのままあえー、犯人を探すためにネットを広げてですね。えーえーまあ、そこでピカソ、 そして友人のアポリネールはちょっとパニックしてですねピエレから頂い,いたそのまあ盗まれた作品を新聞に自分たちから持っていくんですねそしてまあ最終的にピカソアポリネールは警察に事情聴取を受けてですねえまあ無償で公開されるっていう結果になりますね だからまあちょっとしたその <laughs> えまあ事件から入っていきますけどえ次のセクション、The Rise of Analysis え今回のキーワードですね、アナリシス、分析、うんえー、106ページの右コラムですね、うんえー、で、ここではですねピカッソがそのアルカイックのイベリア半島の彫刻、えー そしてそのアフリカのお面、えー、ですねそのアビニオンで、えー、使ったその、まあ、レフレンスソースなんですけど、えー、ここでは1907年8年、えー、ディストーション、まあ、いわゆるその彼の絵の中でその物事を歪む歪みをつ,くつけるために、えー、この2つのレフレンス、えー、引用を、えー、使ったんではないかというのが、まあ、そのカール・アインシュタイン。 美術史学者のアインシュタインのまあ一つの,その説なんですね。えー、そしてまあこの、えー、歪みをただ作るために、えー、プリミティビズム、えー、イベリア彫刻っていうのがあるんですけど、ここから、えー、A period of analysis and fragmentation and finally to a period of synthesis まあそのピリオドからピカソの中ではその分析、えー、そしてまあ破片化 最終的にシンテシス。まあ物事がこう合成、もう一回合成していく。統合されていくっていう。まあそういう、その一つのピカソの中での発展があるのではないかっていう話ですね。で、ここで初めてアナリシス。まあ分析というタームが出てくるんですね、うん。で、同じ時期にピカソの当時のそのディーラー、まああの作品を売ってたダニエル・ヘンリー・カーン・ヴァイラーっていう人がいるんですけど、 彼も最もその、えー、まあだにキュービズムに対する、まあ非常にその、えー、深い言及、テクストを1920年に、えー、書くんですね。The Rise of Cubism というテクストなんですけど、えー、ここでもアナリティカル、えー、分析的というタームを、えー、カーン・マイラーさんも使います。うん、で 1911年の段階でこのアナリティカルキュービズム分析的キュービズムっていうのが、まあ、ピカソとジョルジュ・ブラックの、まあ、1911年、えー、あたりの、えー、作品に、まあ、レレラベルとして、まあ、あの使われていくうっていうことですねセカンドパラグラフですけど <laughs> このアナリティカルキュービズム分析的キュービズムの、えー、フェーズの まあいろんな作品がありますけど見ていくとですね、えー、やっぱり一貫性のあるまあ、特徴特性があるんではないかということがまあえー、3つほど分析されてます First There is a strange contraction of the painter's palette from the full color spectrum to an monochrome ですねまあ、まず色彩の問題ですね、えー、カラースペクトラム色彩がすごいその 収縮されていく、えー、最終的にはモノクローム的な、えー、色使いになっていくのが一ですね。Second, there is an extreme flattening of the visual space、うん。まああの、えー、ビジュアル空間が非常にその平坦化されていく、平面化されていくっていうまあ特徴が二つ目。そして Third, there is the visual vocabulary。 used to describe the physical remains of this explosive process。まあ、このプロセス自体、分析的キュビズムのプロセス自体は、確かにそのまあ、爆発が起きたような。物事が破片化していく、explosive process。として捉え、捉えるとですね。えー、このまあ、えー。爆発の後、残るいろんなその物理的なその破片。 えー、残った破片を使って、新たなビジュアルボキャブラリー、新たなその一種のその、えー、地の文法、えー、言語、みたいのを、まあ、えー、作っていく。まあ、この三つの、えー、特性が、えー、分析的、えー、キュビズムにあるんではないかっていうことですね。えー、107ページ、左コラムの、 えー、真ん中あたりですけど、まあ、あのここではですねあのキュビズムっていうのはもうあの同時代からですね、まあ、あらゆる、えー、批評家、えー、からですね、まあ、分析され始めてるんですねあの読みいろんなその読み方がこう書かれているでまあいろんなあのこのライターの名前が出てきますけど <laughs>、えー、メッツィンガーグライス、えー オンドレス・サルモン、モリス・レイナル、などなど。で、ほとんどこのライターたちはですね、あの、まあ、キュビズムというのはそのリアリズム、えー、何かを具象的に書く、えー、このリアリズムからどんどん距離を、えー、取っていくっていう、まあ、その方向ですよね。で、この距リアリズムから距離を取っていくっていうのは、えー、多くのライターたちから見るとですね、えー 見る側の知識をこうが減っていくんではなくて、実は逆が起こってるんだよなんかっていう読みなんですね。もっと実は我々は、ノレッジ、知識がこう増えていく、えーえーまあ、一つのその絵画ではないか。で、これ、この,あのロジックのアーギュメントですけど、まあ、いわゆるキュビズムというのは単一の視点、シングルパスペクティブですね、えー。平面で描かれる絵画っていうものが持つ えーまあ、もしくはその西洋、まあ、絵画のまあ最もその、えー、エッセンシャルなベーシックな一つの,その、えーまあ、遠近の技法だと思いますけどこの単一的な視点、えー、からまあ解放をするというのがまあキュビズムであって同時にオブジェの後ろ、前、横同時にあらゆる面を、えー 見せることができたと、うん。で、それで一種のそのコンポジットビューですね。合成図、えー、ができると。えー、面あの、平面なんですけど、一種のその,そのまあ、三次元的な、えー、すべての視点からそのオブジェ、その、えー、空間が、えー、まあ、つかみ取れるっていうね。 まあそういう、えー、ロジックが、まあこの多くのライターたちのロジックですね。で、それイコール我々見る側の知識、絵に対するそのノレッジが逆にアップするっていうね、えー、いうロジックがあるんですね。えー、その次のセクション、The Laws of Painting as such。まあこの、あの、 ま、言ってみれば、王道のキュビズムの当時の読みから、ちょっとこの、先ほども出てきました、あの、ピカソのディーラーのカーン・ヴァイラーの1920年のキュビズムの分析の読みがまたちょっと違うんですね。で、これが、まあ面白いんですね。あの、違うアーギュメント、違うその、えまあ一つのその言説を、カーン・ヴァイラーは出していく。で、この、えーアーギュメントに対しての,あの読みですね。 えー、セカンドパラグラフあたりが主なんですけどキュ exclusively concerned with bringing about the unity of the pictorial object まあこれがポイントですねカーン・ヴァイラの読み、まあ、キュキュビズムはですね最も実は何をしたかと言いますと絵画というオブジェの統一を図ったとユニティを図ったということですねそのピクトリアルオブジェクトとして えー、統一を図ったと。うん、で、この The Rise of Cubism っていうテクストの中で、えー、まあ、えー、和解ができない二つの全くその逆反対のもの、えー、がですね、まあ、えー、一致する、もしくはその融合しようとしてるっていうことが、まあ、カーン・ヴァイラーのロジックですね。で、この、えー、和解ができない 2、えー、つの要素というのは1、えー、つ目には The depicted volumes of the real objects and the flatness of the painter's own physical object, which is the canvas plane of the picture.、まあ、この2つなんですね。これなかなか <coughs> 重要だと思いますね。1つ目には、えー、Depicted volumes of real objects.Depicted、ね、なので描かれているものですね。そのピカソやブラックが描く え本物の、まあ、現実にあるオブジェッコップであったりヴァイオリンであったりですねが持つ容積ボリューム、えー、描,かれて描かれる、えー、物事の容積ですね、ボリュームそれが一方であってそしてもう一方では The flatness of the painter's own physical objectPainter、うん、のフィジカルオブジェクトというのはその、まあえー、The canvas plane of the picture ここでまあ出てきますよね えー、平面性キャンバスの物質性そのもののもですねそのキャンバスのフラットな面、うんえー、この2つの,、まあ、あの和解があんまりそのできなさそうなものがあってこれを、まあ、見事に、えー、カーン・ヴァイラーの読みでいきますとですねこの分析的キュビズムの中で、えーまあ、融合一致みたいな形でまあ 一種のその統一がされたんではないかっていう、まあこれ非常に重要なことがありますね。で、まああの、その、えー、右のコラムに行きますとですね、まあこのやり方なんですけど、例えば、えー、色彩、色に関して言いますと、えー、一つ、あのー、まあ、目立つことがありますよね。ブラック、ピカソ、この時代のキュビズムの絵はですね、えー、まあ、 あの色彩のトーンが、えー、まっ、あ、たくその色というものが追放される。逆にその、えー、茶,茶、茶ですね。グレー、グレーのトーンしか使わない。と、えーえー、いうのがまあ一つポイントとしてあの、面白い読みがあるんですね。西洋絵画の中でそのグレーのトーンというので、実は陰影、陰影、まさにその えー、面に対して深さをこうあの、えー、描くためにその錯覚空間ですねイルージョンイルジョン,ジョンレリーフレリーフ空間を作るために、えー、使われたそのまさにグレーグレーのトーンの色のみに色彩をこう、えー、圧縮するという、ねえー、そういうことも、えー、一つありますなので、えー、カラー色というものが、まあ、追放される。 まあそういう読みもあるんですね。えー、次に行きますか。えー、109ですね。えー、109ページの、えー、左コラム上ですけど、えーまあ、こ,のこのようなカーン・ヴァイラーの、えー、キュビズムの読み、1920年に書いてますよね。というのが後々、えー、例えばピート・モンドリアンのような抽象絵画の、まあ、発展、えー に非常にその関係ある形で実はその重要であるというのが書いてありますね。このまあ言ってみればその平面性の問題だと思うんですね。でこれがまあまさにえ上からそうですね、10行、12行目ぐらいのあたりにえー Such a theory would later emerge as the doctrine of modernism that the American critic Clement Greenberg would enunciate in the early 60s、うん。でこれがまさに えー、1960年代に、えー、クレメント・グリーンバーグという、まあ、アメリカの批評家が出すモダン・ペインティング、まあ、近代絵画主義と言ってもいいんでしょうかね、の、えー、理論の、まあ、下地になっているということですね。で、グリーンバーグは、えー、どういうロジックで話すかと言いますと、モダニスト・ペインティングは、えーまあ、ですね、まあ、一つサイエンティフィック・ラシュナリズム、科学的な理性主義、 ので、えー、書かれるべきそして Enlightenment Logic ンンですね。Enlightenment ンンは大,大文字の E なので、まあ、これは啓蒙運動ですね。啓蒙運動のロジックを使ってですね、えー、絵画という運動 <laughs>、えー、の能力、コンペテンスですね。絵画が持つ能力、力、えー、のみをこう追求するべきであると。うん そして what was unique and irreducible in each particular art. まあ、えー、それぞれの芸術が持つ特徴、えー、その芸術にふさわしい特徴ですね、えー。を深く追求するのが、まあ、その後々グリーンバーグの、まあ、モダニストペインティング論になっていく。と <coughs> いうことですね。うん。で、まさにグリーンバーグ論っていうのは、このカーン・ワイラーのキュービズム論。 え、から、まあ、こう、発展があるっていうのが、まあ、実は非常に重要であるっていうことですね。そして、このキュビズムっていうのが、まあ、いかにグリーンバーグ論の、まあ、あの、後々読んでいくと思いますけど、グリーンバーグのモダニストペインティング論の中で、キュビズムがいかに重要なポジションを示すかっていうことですね。で、それも、第2パルグラフにあるんですけど、まあ、切れ目がない一つのその年表的な発展、 のルートですねが、まあ、やっぱりグリーンバーグ論の中にあ,ある、えー、これはまさにそのピクトリアルスペースへ、えーえー、の空間と、えー、いうものがどん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 圧縮されていくっていうことですねこれがこう「えー、レ・デンマゼルダビ・ダヴィニオン」から「コラージュ」えー、っていうまあ一つの,その年表的な発展の中でグリーンバーグは分析しますね まさにカンヴァイラが言うように、グリーンバーグも、<coughs> この、二つの平面性がどんどん融合、えー、統一していくっていう、あの、一つの発展であると、プログレッションであるっていうことですね。えー、描かれたフラットネス。うん。で、この描かれたフラットネスっていうのは、えー <coughs>、まあ、 キュビズムの場合では、その tilted planes shoves、uh, sho the fragmented objects closer and closer to the surface ですね。ちょうどそのセカンドパラグラフの上から5行ぐらいですけど、まさに、えー、キュビズムの場合には、その破片化されたオブジェ、えー、がどう描かれるかといいますとですね、その、えーまあ、傾斜された面。 いろんなその面と、ね、いう言葉が出てきますけどえこれがどん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 その、えー、平面に近づく一つの要素これがこう描かれたフラットネスそしてリテラルなフラットネスです、ね、そ,のそのままの,その平面性というものが、まあ、まさにその絵が持つ物質的な平面性キャンバスというのはまあ平面でその物質的な平面性ですね。うん でその下に行きますとですねグリーンバーガーあこの2つの平面性というのはどんどん見分けがあのつけないぐらいどんどん融合していっちゃったことによってですねあのキュビストたちはそこに若干のズレというか錯覚をもう一回入れることによってその2つの平面性のタイプをまあ若干区別できるように。 するということをすするんですねこれ相当あの細かいコアな話ですけど面白いですよね。で例えば、えー、ブラックの「ザ、えー・ポルトゲイズ」っていう、まあ、絵の中ではですねブラックは釘を、えー、描くんですね釘を、えー、描く、えー、描くんですけどい一種錯覚的に見えるんですねキャンバスに実際に刺さってるっていう形にも見えるちょっと若干その影が。 見えたりするんですけど、実際に彼は釘をただ、えー、絵の具で描いてるだけなんですね。もしくは、えー、ポルトゲーズ同じ作品の中での、えー、ステンシリングですね。その、えー、文字をステンシルとして描くっていうことも、えー、キャンバスの面の上にステンシルをこう、えー、描くっていう、まあそういうちょっとしたその錯覚のディバイスとも言ってますけど、えー、ことをすることによって、えー、カーンヴァイラー、 そして、まあ、グリーンバーグが言及するその2つの平面性が若干まだ区別できるように、えー、分析的キュビズムでは、えー、したんではないかっていう話ですね、うんえー、109ページ「A Mountain to Climb」というセクションに今度いきますけど、えー、これも面白くてですね大体、まあ、王道の美術史の中ではブラック・ピカソー えー、分析的キュビズムみんな同じ運動で、まあ、似たようなことをやってたんではないかっていう、まあ、ことに、えー、なってると思いますけどここでは実はブラック、えー、のキュビズムの方はですね、まあ、特徴としてなんかこうもっと透明性を追求するに対してピカソの、えー、この時代のキュビズムっていうのはもっと厚みデンス厚みを持ってですねタクタイル・コリティこれがまあキーワードですねタクタイル・タクティリティ 触覚,触覚的なそのクオリティを持つ質をも持つ、まあ、これ実は微妙な違いもあるんではないかっていうことですねでピカソの、えー、1911年この時代の、えー、キュビズムの絵の中で非常にこの微妙なその深さデップですねこの深さの、えー、触覚のこう質みたいのが 出てくると。特に、えー、スペインで、えー、彼が描いた、えー、ホルタ・デ・エブロっていうところで1909年あたりから、まあ、描いてるものが非常にそのピカソのこの、えー、厚みがある、そして触覚の質がある、えー、キュビズムの特徴が出てるっていうことですね。そして次の110ページに行きたいんですけど、 特にこれがその Houses on the Hill, Horta del Ebro ですね。1909年ピカソが描いた作品ですね。に、このまあ、ああの、110ページの上から4行、5行目ぐらいですけど、This could be called the rupture between visual and tactile experience ですね。まさにピカソがこの絵の中で例えば、えー、描いているものというのは、 一種のラプチャー、割れ目であると、割れ目。何と何の割れ目で言いますと、ビジュアル、知、え、覚、ー、と、知覚経験と、見る経験と、タクタ、触覚経験が割れると、見事に割れる。うん、だから、見るっていうことだけではないっていうことだと思いますね。その次のパラグラフ、えー、真ん中あたり。えー The まさにこのホルタの、えーえー、作品というのはその深さを、えー、非常にその身体的な感覚として捉えているとこれすごい重要だと思うんですね、えー、身体的な感覚 えー、触覚の感覚、a vertiginous plunge、もうなんかずっとそのなんか深い穴にこう落ちていくような感覚がこの作品のセンターに対して見る側はその感じ取る。肉体、体で感じ取るというのが、まあ、多分重要なんですね。And they make vision, something veil-like、うん。見るということをさらになんかこう、v ェー l ヴ e ールが実はあって、 その奥になんかこう、えー、落ちていく感覚、空間がある。このヴェールっていう言葉ですね。で、これはまあ、えー、なんかカーテンのような感覚であって、ジェームズ・ジョイスというまあ、有名なその近代の、えー、作家、オーサーは、これを、えー、ダイアファーンって呼ぶんですね。このヴェールヴェール的な要素、うん。カーテン的なヴェール。うん、まあ、ピカソはここでその、 身体的な感覚とこのえ見る、ヴェール的な感覚ですね。えー、そそれをこう、まあ、ある意味ではその割っていく、えー、ラプチャーするっていう、まあ、これがすごい大事だと思いますね、えー。次のパラグラフの真ん中あたり。うん。えー、the works dramatize the separation of sensory channels of experience、うん。確かにそうですね。 ピカッソの作品というのは、この時代の作品というのは、えー、感覚の分離ですね。The separation of sensory channels of experience、うんえー。感覚のいろんな経験のチャンネルですね、うん。が分離されていくのを、まさにドラマとして、えー、描かれていくと。visual、えー、versus tactile。視、えー、覚対触覚。 これが大きいんですね。thereby bringing the painter up against the problem of visual skepticism. これによって、まあ、このその分離によってですね、えー、画家というのは常に見る、ビジュアル、i s u a l という、えーえー、その行為、ビジュアルという現象に対してのその懐疑的であるっていうことですね。skeptic. それをこういつもクエスチョンする、えー、懐疑的にならなくちゃいけないっていうことが画家にとって出てくるんではないかっていうことですね。その見るっていうことがいわゆるその全てではないということだと思うんです、ね、裏を返せば。うん。見る、ビジョンというのは、えー、まさに画家のメインのそのトゥールでありながら、えー、例えばその深さっていうのは、そのビジョンがどうしてもその掴み取れきれないっていうね。 えー、深さ、えー、ビデップスっていうものはその、えー、ダイレクトには見ることができないということですよねなんかどっかではその肉体感覚的な空間質もあるっていうことだと思いますね、うん、これはなかなか重要だと思いますね、うん、初めて多分その絵画っていうものが、えー、見る、えー、ビジュアル視覚的なそのパセプション、えー、のみ ではないかっていうねあの。そこからその身体感覚、えー、触覚の質、質感、えー、こういうあの感覚がピカソの作品の中から見えてくる、感じ取れる。そして、えー、最後の方ですね、111ページに行きたいんですけど、えー、Still Life with Chair Caning、1912年のこのピカソの、まあ、オーバルの形のね、えー この作品で最も今話したこの石の割れ目、Rapture というものが見事に、えー、言及されている作品ですね。えー、上から5行ぐらいですね。ピカソ creates a little still life.、まあ、一つの生物が still life をピカソはあのー、作ると。That appears both to be set within the carved frame of a normal painting.、うん and thus arranged in relation to the vertical field of our plane of vision. まあ,あ、見ると一方,一方では生物が、そして学、まあ、がロープでできてるんですけど、一方ではその我々の見るという行為に対するその垂直のこう、えー、垂直に伸び,伸びる、そのまあ絵画というあの面ですね、うんえー。に見える。 と同時にに一方では、えーまあ、テーブルにも見えるんです、ね、その上から何かこう物が乗ってるという、まあ、テーブル、えー、にも見える、えー、そしてそのロープで張られたその額のエッジというのが、まあ、テーブルのエッジにも見える、うん、そうですねなのでそこでこう2つのこう視点というか、えーえー、身体的な視点とそのまあ、えー、目の視点ですねその えー、見見るるという視点が見事にあるそしてその先ほどのホルタの、えー、絵のようになんかこうこの作品のについても見る側がこうまるで作品の真ん中にこうドーンとこう落ちていくトンネルの中にこう落ちていくような感覚も、えーえー、あるんですね。うん でこの垂直の面に対してはこの先ほど出てきたジェームズ・ジョイスが使うダイアファンこのまあカーテンのようなヴェールのような垂直に絵画に対してあるヴェール、えー、そしてピカソが、えー、さらに追求するこの身体的な感覚ですねこのデプト深さ、えー、ですね、うんえー、その下のパラグラフでも締めですけど、えー Commitment to transparency でブラックの作品というのは透明性に,に最も言及するそうすることによってビジュアルアーツ視覚芸術の視覚さビジュアリティを最もその特権的に扱うのではないか えー、裏を返せばまさにこのジョイスが言うダイヤファンこのヴェールカーテンの垂直にヴェ、えー、ールのように落ちてくる面絵画に対する面に対する、まあ、フィデリティに対するまあその、えーあのーまあえー、それを特権的に扱うっていうことですね。<laughs> うんまあ、それに対してピカソはちょっと違う。 えー、分析的キュビズムの中での言及があるこのまあもっと肉体性、まあ、あの触覚のこう質経験、えー、ですね、うんえーまあ。この形でですね、まあ、あのピカソそしてブラック、えー、分析的キュビズム、えー、1911年ですけど 微妙なこう違いが出てくるっていうまあ非常に面白さが出てきますねこの、えー、ピカッソとブラックの間にある若干のその溝というか、えー、差異があるそして、えー、何かを見るという行為、えー、そのものに対する、えー、不信というかオルタナティブと言ってもいいかもしれませんね皆さんどうでしたか非常に、えー、分析的キュビズム えー、見てきましたけど、えー、多分これから、あのーまあ、もうグリーンバーグも、あのー、少し紹介されてますけど、えー、これから出てくる絵画特に絵画に対する、えー、チャプター、えー、にですね多分非常にこの、えー、1911年というのは、えー、響いてくると思います。So thank you for joining me again and I'll see you next year. では皆さん see you soon! Bye.